レベルアップしねえのかよ。というわけで、俺だけレベルアップな件、通称俺レベ1は視聴させていただきました。原作は知名度的にも売り上げ的にもかなりの人気作となっていて、韓国の小説や漫画が元になっているので、ちょっとそれだけでどうなんっていう悲しいフィルターがかかる人も多そうですが、日本語版になるとともに舞台の設定とかを日本とかに変更して、日本でもすんなり入っていけるようにブラッシュアップしてるのがピッコマで掲載されていました。ピッコマの中でも看板扱いされるほどに絶大な人気を得てましたが、2022年1月に本編の連載を終了。今現在は後日談の外伝が連載されているというちょっとややこしい経緯の作品でございます。ちなみのコミックスは今時珍しいフルカラーです。だから1000円というかなり高いお値段になってます。アニメーション制作は A1 ピクチャーズ、青エコを外れてこっちに来ましたか。音楽に関しても沢野博之さんという盤石な婦人、 PV の段階ですごいクオリティ高そうという韓国フィルター抜きにすればなかなかに期待作でした。こんな感じで開始前は結構期待値が高かった本作品ですが、蓋を開けてみればネット上ではかなり厳しい意見が飛び交う第1話となってしまいました。予告 PV の段階ではもうすでに主人公が1回死んで、気づいたら病院でレベルアップしてたよみたいに、原作を途中まで読んでいたから知っている私がもうすでに言っちゃうと、この PV はだいぶ先までのことまで書いてます。これを見てるアニメ勢の君、絶望したか。にしてもこんなに展開がスローペースだとは私も思いませんでした。この CV が強すぎる銀河万丈氏と緑川充氏のやりとりとかは、この最初のダンジョンの段階では出てすらしないキャラですし、そこの世界観の説明は今やることかって思った描写だったり、これ最初のつかみが肝心な1話としてはだいぶ他のアニメに遅れをとっているような構成だな。だって1話時点ではまだやられてすらいない、それどころかレベルアップすらしてない主人公の絶望の顔で引きという、そして主人公最弱な部分だけが残るし、それに対して周りのキャラの当たりがきつい、ただただヘイトとストレスがたまる展開になってますので、多分この時点で1話ギリする人も多いだろうなって感じてしまいました。物語の展開としてはそんなに悪くはないし、クオリティも高いし、アクションも A1 印で頑張ってるし、先の興味に惹かれる展開で決してつまらないとまではいかないとは思うんですが、これね、ネット上では佐々木と P ちゃんよりもこっちを1時間スペシャルにしたらよかったんじゃねって意見が飛び交ってますが、ちょっとだけネタバレすると、1話のこの展開のスローペースぶりだとすると、1時間でも2話目になると、いややっぱ1時間半やったらよかったんじゃねってなるんじゃないかなって思います。その意見を覆すような2話目で PV のステータスウィンドウを出すぐらいまでいけば手のひら返しますけども、よくアニメは3話まで様子見で見てみようってのを言いますが、このアニメは本当にそれかもしれないっていうか、こんな感じでよくあの PV 詐欺できたな、これ公式サイトにまで書いてあることなんですが、瀕死の重傷を負った瞬の目前に謎のクエストウィンドウが現れるという先のネタバレをもうすでに公式がしてるわけなんですよ。 PV を見た人にとっては多分そこまで行くんやろうなって思った人がいてもおかしくないじゃないですか。やっぱりあのワクワク感主人公覚醒 PV に全ての元凶が詰まってる気がするわ。てこうやっていろいろと言ってる手前、庭が神の出来だったとしたら土下座します。むしろ庭でどこまで話し進める気なんだろうかって、ある意味すごい楽しみになってきたぞ。ちなみに1話の段階でもわかる通り、このボスの連中についていったやつらはほぼ全滅します。公式サイトにキャラクター紹介にいない時点でお察しください。グロ描写やゴア描写はかなり頑張ってるなって上半身を吹っ飛ばされたモブのとこで感じました。これは言いやられっぷりですし、恐怖や絶望を引き立てる演出としてはバッチリですね。主人公がやられて絶叫している演技もなかなかに真の迫るものがあったし、こういうとこでは目を引かれることをやってるんだけど、本当にテンポだけが悔やまれるというか、マジで始まってすらいない超導入部分なんだよな。昨今は推しの子やフリーレンのせいというかおかげというか、やたらと3話までやったらよかっただの言ってますけど、その風潮はあまり好きじゃないんですよね。何でも延長してやったらいいってわけでもないのにさ、ちゃんとスタッフさんにここまでやって興味を持ってもらうぞって明確な意思があればやってもらっても全然構わないんですが、嫌でもこの作品に関して流行るべきだったな、どないやねん。海外ではかなりの高評価になってまして、大アニメ海外サイトの点数は現段階で 8.5 とかなりスコアがいいですね。
海外受けするだろうなって設定のオンパレードだし、空高くなるか。ちなみにソードアートオンラインによく似てると言われてますが、私はそんなに似てるとは思わないですけどね。まあこういう設定のパイオニアだから仕方ないのかもしれませんけど、そんな言うほど似てるかねこれ。ということで、俺だけレベルアップな件、1話目の感想でございました。まあとにかくテンポ以外は高水準のアニメなんで、このテンポをどうにかせえ、ってな1話目でしたね。さて今後の評価はどうなるのか、このままだと2話目は1話目以上に叩かれる未来しか見えないが。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君の私との約束です。